今日は森村誠一さんインタビューボリューム3、いよいよ今日が最終回となります。先週は最新作南十字星の誓いについてお伺いしました。そしてこの作品をどんな方に読んでいただきたいですかとお尋ねしましたら、先生は若い方にぜひ読んでもらいたいとおっしゃっていました。続きをお聞きください。戦争を知らない世代に読んでもらいたいですね。戦争というものはね、人類にとって非常にね重要な文化遺産を破壊するんですよね。だから人間の精神を崩壊してしまうと、荒廃すると、そういう戦争というものを知らない方々にこれ読んでもらうと、戦争というのはこうなのかと、文化遺産というのは永遠に引き継がれていくものであるけれども、戦争はいつまでも続きませんからね、と人時代の本当にわずかな、ね、時間の経過の中で1000年もかけて築き上げられた文化遺産が破壊されると。タリバンが1000年の遺産を、破壊したことありますね。だから文化遺産でも中国 の、 非常に貴重な文化が破壊されている。日本では廃仏令でもって、仏教が圧迫された時に、仏教的な遺産とかお寺さんが破壊されたと。そういう一時のですね、権力者あるいはその戦争によって破壊される、これをね、戦争を知らない世代に知ってもらって、文化遺産というのは人時代だけで独占するもんじゃないと、未来永劫永代にこう語り伝え、あるいは伝えていくものであるということを知ってもらいたいの。そういうところから考えるとやっぱり若い読者ですね、我々の世代は知ってるんですよね。もう戦争というものの怖さとか、戦争は人類の天敵であるということを知ってますからね。わずかなところから戦争が発生して、そして貴重な文化遺産を破壊してしまって、文化遺産というのは未来の人間のものですからね、現代の人間だけのものでなくて、でそれを伝えていくのは現代の人間 の、 義務であり使命であるわけです、力強い思いをメッセージとして受け取らせていただきました、私も本当に読ませていただいてよかったです。ありがとうございます。この南十字星の誓い、ぜひ読んでいただきたいと思います。森村さんはミステリー作家としてそれがもう本業かと思うんですけれども、歴史小説などもたくさん書かれてますよね。忠臣蔵とか新選組とか、今今後の執筆活動ってどんな感じなんですか？今後はですね、やっぱり時代小説は書きたいと思ってますね、で私もともとね、最初は時代小説が好きだったんですよ。で受賞したがミステリーを対象にしているものであるから、ニーズがミステリーだったんですけどね、ミステリーがだから私のまあ言うなら、一番主たるレパトリーだと思います、でそれに作るのが時代小説なんだけれども、今後書けたら例えば源氏物語なんか書いてみたいと思いますね。ぜひ読ませていただきたいです。私一つお伺いしたいことがあって、森村誠一さんが選ぶ森村誠一ベスト3を教えていただけないですか？ベスト3ですか、これみんな我が子でオリジナル、一番最初に出す本がオリジナルなんですが、これが380余りあるんですけどね、これから3つっての大変ですねでそういう意味では、まずきっかけですね、読者に渡る橋として、これが作家として、観察を与えられたとすれば構想の資格ですね。それで、2番目はドキュメントの悪魔の宝飾だと思います。これは戦争というもののね、非常にリアルなこの真相というか実相をですね伝えているドキュメントですね。で3作目はですね、やっぱり最新作で今ご紹介いただいた南十字星の誓い、これを出したいです。もう難しい質問に答えていただきました。福山の中央図書館にも森村誠一さんの蔵書が331冊、そんなにあるんですか？あるということですから、もうたくさんの福山市民の方に読んでいただきたいと思います。ありがとうございます。ところで森村誠一さんは読書とかもなさると思うんですが、どういったジャンルのものを読まれるんですか？学生時代の、読書というのは乱読が多いんですよね、ところが社会人になって甲羅が固くなってくると、職業的な読書が多くなります。つまり今活躍している作家、それから問題作品が
あの読書の読書率の中で大きな、うん、位置を占めますね。そうなんですね。その次にエンターテインメント系の自分が本当に読みたいなという思う作品を選んで読みますね、はい、島田総司の作品なんては非常にね、何度読んでも面白いんですよ。あの最近読み直しているのが先生術殺人事件とかね、はい、斜め屋敷の犯罪とか、あの古典的な作品がね、いいですね。あの実は私、島田総司さんはエデンの命題ぐらいしか監督できてなくって、本格ミステリーがちょっと難しいなって構えてしまうんですが。いや、そんなことないです。もう読み始めたらね、はい、ハマりますね。わかりました。特にね、あの初期の作品はすごいのがありますから、びっくりしますよ。今難しいとおっしゃいましたけど、緻密なんですよね、はい、それで面白い、そしてね、最後までわからない、こういう意味ではね、まあ島田総司ですね。森村さん、今日は貴重なお時間をいただきまして、いえいえ本当にありがとうございました。あのぜひ福山のリスナーの皆さんに最後に一言いただけますか。福山というあの町はですね、三市水明で非常にあの日本の中でもですね、恵まれた環境にあるんですね、はい、その先祖伝来の美しいその自然環境をですね、水と緑と山ですね、これを守ってもらいたいと思いますね。これは福山だけの、あの財産でなくて全国的な財産として守っていただければ僕は大変嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。ミステリー作家森村誠一さんのインタビューを3週にわたってお届けしました。